こんにちは、カーピーです。今日も最強決定戦 MVP を目指してプレイしていきます。今回は緊急ミキサー会です。今から約50分後にガチャ更新があると思います。それまでに自チームミキサーを1回回したいと思います。これが今の選手名鑑です。最強戦のオーダーをいろいろ考える中で、どうしても西川選手が欲しいんですよね。でも今から約50分後にはおそらく通常選手が2名追加されるんじゃないかなと思います。そうなると西川選手が取れる確率が下がってしまうと、そうなる前にミキサーを回してしまおうという作戦です。ちなみに次追加される選手は例年通りだったら投手2名ですね。先発と中継ぎそれぞれ1人ずつ追加されると思います。そうなった場合はカープでは可能性があるのは床田選手、レグナルト選手、クリ選手の3人かなと思ってます。で、おそらくレグナルト選手とクリ選手が通常選手で来るんじゃないかなと思いますね。今年はクリ選手は先発が多いんで、中継ぎ枠はほぼレグナルト選手でしょう。そうなるとクリ選手と床田選手だったら、床田選手はセレクションに回って通常版はクリ選手っていう可能性が高いんじゃないかなと思いますね。さあ、ミキサーを回していきましょう。今回はこの5選手でいきましょう。カープを3人混ぜて確率14分の1です。さあ、野村選手は他の選手でカバーできると思います。西川選手は致命傷になりかねないですね。代表戦 MVP のために絶対獲得したい。頼む、外しました。はい、緊急ミキサーうまくいきませんでしたね。でもでもこれも想定内です。そんなに甘くはないと思ってます。まだまだチャンスありますから、最強戦まであと1ヶ月、最後までもがいていきましょう。さあ、次の更新が気になりますね。あと約47分後、どんなガチャが来るのか。一つ一つの更新が最強戦の行方を左右します。ドプレッシャーの日々が続きますが、引き続き全力で頑張ります。ぜひ最強戦 MVP 企画最後まで見届けてください。今回もご視聴ありがとうございました。 MVP 目指して頑張るのグッドボタン、チャンネル登録ぜひお願いします。 Twitter もやってますんで、そちらのフォローもお願いします。過去の最強決定戦 MVP 企画も再生リストにまとめています。概要欄か再生リストからどうぞ。それではまた次回の動画で会いましょう。さよなら。